友達にわーってぶちまけた時にこんなことがあってひどくない、あ、それバウンダリーの問題じゃないって友達に言われて、相手の領域に入り込みすぎじゃないえ、バウンダリーって何って調べて、私、前の私だ、そういうことか痛い目を、痛い目というか私って入られてしまうなっていう経験があって、もう一回同じような経験をされた。もう一回の時は相手が全然その頼ってくるタイプじゃないのが幸いしたんですよ。私が勝手にしようやいてるだけで向こうは別に頼るわけじゃない。ああ、逆に言うと、あの、背を焼くから相手が入ってくるって感じ、まあ、っていうのを多分無意識に求めていた。で、いや、そうですね、前の人は頼られてきて自分が言ったけど、うん、次の時は相手は頼ってない、相手はそうじゃないけど、うん、自分が同じことをしていた。だそうそうそう、でも前の人も例えば世話焼いたんじゃないですかって思ったんですよ、ね、はい、まあ、例えばなんか向こうが困ってる、こういうこと困るんじゃないかなって思うことをさりげなく提案して、うっとうしくない程度の心地よい距離感で手助けしてるような意識がすごくしたんです。前よりはうっとうしくないにしよう、うん、で最初はまあまあなんかね、今にして思うって、それもやりすぎで、とにかく、手を焼くことによって、相手からの愛を得るってやり方も変えようって、めちゃくちゃ思いました。そっか。うん、世話をすることで、じゃないと、愛されないみたいな。うん、にだとすると、そう、そういうとらわれがあったんです。なるほど、なるほど。だから、この最初の人も、はい、世話を焼くから甘えてくる。まあ、順番はどっちなんでしょうね。鶏が先か、卵が先か。うん、で、その、一番最初は、まあ、どっちでもいいじゃないですか。はいはい、あ、まあそうですね、うん、でそこでこうお互いにそこにはまっていくと共依存でこうどん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 こう、はい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 、なるほど、すいませんこっちで喋っちゃいましたまあそんな感じかな、うん、で、どうしてもじゃあ手話を焼きそうなメッセージとか電話をしそうになったら、自分に意識を向けようっていうふうにやり方を変えたんですね。例えば、まあ、足の裏にクリームを塗るとかボディケアをするとか、例えばスポットしてなかったなって思って、自分を世話をするぞ。ああ、なるほど、うん、気持ちいいことっていうことですか、うん、自分に意識を向ける。瞑想に近いですね。例えばやりがちなのが、例えば SNS で自分の内面をあんま書かないようなある男性が結構弱音を吐いてるメッセージなんか SNS でつぶやいてたんですね。はい。その時に去年の私ならどうしたん大丈夫って多分メッセージ、LINE とか送ってたと思うんです。でも、今の私を信頼、あえて、それをやるとまた繰り返されるなっていうか。なんか、その男性も、いや、うん、その男性というか、男性一般、うん、SNS、うん、そういう人いますよ。ネガティブな。ネガティブな。のを出す。うん、SNS。それも、しょっちゅうなら、あ、またかなって、そういうこと書かない人が、ああ、そっかそっか、そういう人か。あ、すごく、すごい、このことあったんだなっていうようなことを書いてて、内面はあんまひけらかさないような書くからびっくりしたんですけど、そういう時って大丈夫とかなんかあったのって聞きたくなるんですけど、なんか相手も聞いてほしいから打つわけですよね。思って、あ、ちょっと待ったって自分でストップをかけて、あなたは何を今しようとしているのみたいな問いかけをして、そうですね、そうです。それはそうだ。でもバランスだとは思いますけどね。まあそうですね。だからもちろんバランスで、目の前でね、うん、見るから飛び降りようとしてる人をほっとくってことはしないです。うん、それは、はい、止めるよっていう、はい、で、もちろんケースバイケースなんですよ。うん、で、SNS って難しいですよね。ごめんなさい、ちょっと別の話になっちゃいました。ごめんなさい、後にします。SNS は適当でいいんですよ。後にします。すいません。そういう、なんていうの、そういうことを気づいて止めるっていう行動療法的なことを始めました。SNS は難しいですよねと思って。当たり障りのないこと書いておけばいいんですよ。そうだ、相手も、ね、聞いてほしいから打つわけだろうし。うん、で、本当に聞いてほしいなら、誰か友達に直接メッセージすると思うし。でもなんかちょっとその男性に興味があったりしたら、チャンスじゃないですか。チャンス。まあ、チャンス。まあ、女性がそういうことを打ったとき、うん。逆でチャンスだなって。その男性に興味があるとかじゃなくて、ただの知り合いとして繋がっていて、珍しいな、どうしたんだろうって、単なる親切心というか、そういうので、
メッセージ大丈夫ってしそうになるけどもやらないって。でもその辺は僕もわかりますよ。誰かがこう落ち込んでる、はい、友達が SNS で落ち込んでるメッセージとか、はいはいはい、どうしたのって、うん、そうですね、送ることもあるかもしれない、はい、送らないかもしれない、はい、けど、まあ、その時の自分の心の余裕、うん、心の余裕、すいません、はい、すいません、で自分の場合はそれをすると多分相手のことを悩みや出来事を自分のことに感じてすごく考えちゃって時間を食われるんですよ。あ、そうですね。で、そういうタイプの人が入っていくと何も解決しないにもかかわらず自分のことを一滴ぶりに相手の悩みを解決しようっていう思考に時間取られるからやめようと思って、うん、その辺ないですもんね。どうしたのって聞いて、はい、こんなことで苦しんでるんだみたいな、あ、そうなんだ大変だねで終わりますからね。そうだからあえて入っていかないようにするかなって、うん、そこがそのこのバウンダリーですね。バウンダリーそうですね、うん、私はできてなかったなって、自分と他人の自他境界って言い方するんですが、曖昧になっている。なかったら言ってねっていうぐらいですよ、多分。でも、言外に言うなよっていうのもあるじゃないですか、バリア。それは別にないです。ないですか。友達とかが困って。あ、まあ、友達の度合いにもよりますけど、うん、あの、助けてあげられることだったら助けるからねぐらいのアピール。まあ、助けてあげられることならっていうことですね。うん、そしたら、これ手伝ってほしいとか言ったら、忙しくか忙しくないかの問題じゃないですか。はい。あ、ちょっと忙しいとか。そうですね。まあ難しい。この辺はやっぱり難しい。なんかその物理的な手伝い以前に精神的にものすごく私は一体化したかのような感じで、うん、その悩んでしまうっていうのがあって、あの、その悩みはなんかそれ何回も、うん、それを何回も繰り返していたわけです。もったいない。うん。自分の時間がもったいない。で、特に近しい人、恋人とか家族になると、それが起きやすいなと思って、すごくバウンダリーを意識しようっていうのを、知識を得て、意識するって、この行動化ですよね。行動にして、それを癖づけるっていうことを習慣化しないと繰り返して。大変だ。意識してないと、もうちょっと入っていってしまう。うん、なるほど。そう。自他境界が曖昧になる。これはこれで苦しいですね、うん、この僕のタイプ9も境界が曖昧って言われるタイプですよね、はいはい、そうですよね一体化するって言いますよね、はい、それをどうクリアされていったんですか。まずはその気づくっていうのが大事で、今まではあんま気づいてなかったんですよ。気づくと入ってるわけですもんね。うん、そうで、気づくときってどういうときかってまず分析するってか、そのどういうことを今までしてきたのかっていうのを振り返って、まあ、理解しておく。で、似たようなシチュエーションが来たときに、あ、またやってるんじゃないかっていう気づくだけでも、まず第一歩。あ、まあまあ、自覚ありでやってれば、まだ。自覚。そう。で、自覚して次に行動でストップする訓練。気づいて止めるっていうのを、毎回成功しなくても、まずは100回に1回目でいいから、まずは止めるっていう訓練です。ツイッターポコ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 上がってきますからね。いろんな人がいろんなところで。ツイッターツイッターだの、フェイスブックだので、ボン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 なんか、いろんなこと言うじゃないですか。別に何も気にならないですけどね。あ、でも、いや、それ意識してればそうですよ。意識してなくても。意識しないと余計に気にならないです。あ、でも、あ、すいません。はい。それが入ってきちゃうって話です。入ってきちゃうんだろうなと思って。で、人の世話より自分の世話をやって言い聞かせて、部屋をきれいにするとか、ボディケアをするとか、自分に向かってる意識を自分に向けるっていうのをまず言い聞かせて行動する。で、その自分の意識の時に、ボディケアとか、部屋の掃除っていうのだと、自分のことをやってるっていうのにつながりやすい。そうなんです。自分の世話を焼く方の訓練をする。リハビリですね。自分の世話をしないって言いますからね、身の人は。人の世話ばっかりで。ああ、なるほど。なるほど。去年ちょっとびっくりしたのが、去年の2月の1年ちょい前ですけど、もう喉も痛くて風邪ひいてボロボロで病院行ってるのにかかわらず人の世話してたんです。自分がボロボロなのに。休めよって話ですもんね。自分の世話休めよ。そう。で、まあ、先ほどあの、メカニズム、なんで自分がそうなったか、意識しますっていう話を、されたんですけども、そこにあのなんか、自分を否定しないようにっていうのがレジュメで書いてあって、それが難しいぞと思って、
自分を否定しないように自分がしたいことを何て言うんだろう、しがちなことをしないよ、うん、だけどそれは自分の否定じゃないよっていうのが、なんだこれはバカな僕には理解できないぜってどんな感じなんですかね。人の性質っていうのは別に持ってるもので否定するものではない。もちろん行動を改めることはできる、人格を否定しないってことかな、うん、あーなるほど、したい気持ちはある、うん、けど行動しないっていう方を選択するっていうことですね。そうそうそう、で、まあ、タイプ1の部分が強いときは、自分の行動によっておかしくなった出来事を考えたとき、自分を否定してたんですよ。本当自分は最悪だね、本当自分ダメだなっていう意識が強かったんですけどごめんなさい、はい、いやそんなことしなんとどうしようもないっていうか、プラスそうで改めて気づいていたのが、自分を否定することによるメリットは受けてるんだなってことで、何かっていうと私もそうなんですけど、責められたくないからまず自分を否定してくる、そしたら人から責められても傷つかないから、まず自分を否定してるってことのメカニズムなんだって気づいたんです。だから伊藤平がよく言う、あらかじめこうできないアピール、ダメアピール、前怒られたやつですね。はい、すみません。はいはい、なるほど。なんかその自分人行く気に出さなくても自分でダメ出ししといたら人に言われても傷つかないから自分を否定したんだな、したんだって気づいたんです。だからそれは自分を守るための手段ですみたいな。はい。で自分にそういうところがあって、私自身も責められるのが嫌なのは、正しければ責められないっていう変な概念が生まれてしまっていて、その辺は自然による防衛反応で気づいていて、だからすごい自己否定してたんだなって、しょうがなくないって思って、性格だもん。でも性格は健全不健全があるわけで、それを不健全にいかないようにしたらいいんだっていうところです。なるほど。その辺の話は一っぽいですよね。で、世話を焼きそうなラインとか行動しそうになったら、うん、自分を意識。うんうん、あ、そっか。人にいいじゃなくて、うん、自分だと。うん、なるほど。で、プラス、マインドフルネスの考え方で、体を感じるって言って、結構、思考が過去未来によくキックするんですよ。あの時、ああすればよかったってよく思うし、先のこと考え、心配もするから、お風呂入ってる時は、体、あ、今髪の毛洗ってて、髪のシャンプーの匂い、恐怖の感覚を感じる。感じる感じる、今を感じるっていうのを、行動するとき思い浮かべるんですか、思考をそっちに使わないっていう、過去未来に行かない、感じるってそういうこと、今を生きる、感じるって多分そういうことです、そういうことです、そう、瞑想的な感じるっていうのを、心は感じるとか、それは瞑想する時間がなくても、出勤中でも首から握ってる手とか足の感覚、背中でもいいし、絶対に思考が飛んでる時とあるから、先のこととか考えてる、過去を増えて、その時に、あ、やばいってなった時に、今、何を握っている、自分の体を感じるぞって変換をする。ありのままを感じるってことですね。確かに、これ難しいですよ。シャンプーの時、シャンプーしてるって多分考えてないですよね。うん、そう、うん、別のこと考えてる。でも今、皮膚を感じているとか、匂いを感じているとかあるじゃないですか。あの匂いなんて。匂い、匂い匂いね、匂いはでも感じますけどねでも石鹸の匂いとかって、うん、感じてるかなって今確かに思いました。うん、でも美味しそうな匂いは感じますよね。あ、でもそれすら、なるほどなるほど、そういうことですね、うん、感じる、ありの、でもちょっとバカっぽいですけど、ね、石鹸の匂いですねっていうのはちょっとバカっぽいんですけど、確かに。でもそこ石鹸の匂いを感じようとしちゃダメだったんですよね。感じようって考えてる。あ、でもそれしないと多分違うことを考えちゃいそうです。でも違うことを考えるのも石鹸の匂いを感じようって考えるのも同じじゃないですか。あ、この辺はちょっと修行がすいません。修行がすいません。なんかそっちのけですいませんでした。で、うん、すいません。自分を感じますよ。うん、あ。自分に意識を向けるっていうのはそういうことですね。うん、それは。で、まあ、結局そういうことをしていると、こう、自分を大事にしているって行動になる。自分の体調を第一にするし、気が乗らなかったら相手に気が乗らないし、うん、自分の体をいたわるとか感じるってことを、意識
すると自分を大事にできてる行為になるんですね。そうすると変な怒りや恨みが生まれにくい。なるほど。ちょっとなんか、落ち着いてくる感じですね。多分そのまま落ち着ける感じじゃないですか。はいはい。今自分がどういう状況なのか。あ、なるほど。頭今洗ってる。なるほど。どういう匂いがする。なるほど。泡立ちがどんな感じかとか肌触りがどんな感じかとか